ナゴムレコード40周年極秘ミーティング、黄金の80年代を振り返る。決まってなかったものなのに、随分恩恵を受けている、まあ、痛い目もあったけど、全く断壁で、なんか、このまま失散したくないなっていうのもあって、ね、その誰かが死なない前にね、だから、あんまりツイートのやる気がなかったから、ああいう返信もしなかった。こんなタイミングであれだけど、今こそ、うわぁ、いきなりありがたい、面白い。冗談じゃなく集まろう、本当に。6年に一度ぐらい東京タワーズをやろうかな。ケンソウ君のほのぼのさをどのように活かせばよいのか。ぼちぼち一緒に考えさせて。いろいろな偶然がね、たまたまあの日はね、台風が来てて大雨で外に出られない日だったの。ケンソウがソロを出した頃とか、使い回しの頃とか。1991年、若さ独り占め、誓い虚しく。もう、5年に余裕はなくてさ、あんまりさ、90年代はっきり君らの仕事をちゃんと見てないんだよ。あの頃からは、ロンバケのレコーディングで海外ばっかり行ってて、すごいバタバタしてたんだよ。でも、聞いたわ。もちろん、もちろん。若さ独り占めなんて、いいアルバムだよ。ね、90年代っぽいアルバムだよ。あれサウンド結構渋谷系な感じだよね。俺は後から聞いたんだけど、平沢さんが結構評価したの。そうなんだ。言ってよ、そんな。おいおい。久保田晴夫さんは、いや、すごくいいんだけど、もっと歌しっかり取んなきゃダメだよ。そうです、まあ。だけど、全然今は、いくらでもやってるから。加工がね、あと難しい歌でカバーとかやってるじゃん。そしてやってるじゃん。あれは俺が無茶してるんですよ。俺がやりたいことを押し付けてるあれ全部コンポーズは死ぬの。違う、まあ、いろんな人がやる。編曲とか芸人兄弟たちが集まってきたらね、いろいろな人たちの作品を作るっていう。だから僕は作家性よりもいろんな人に頼んで用意するっていう役割だなと思って。福士君とか、この辺、宮沢さんに死んだ後、大竹誠の文芸春秋とか聞いててさ、あれでも大竹誠のアルバムだけど、みんなのアルバム。あ、そうですね。そんな感じで。そうよね。何でもいいから畳をあげろ。山嵐とその他の編集。うさみのライブと。ケンソウがケラに送った80年代のライブ音源。前半ずっと僕のライブをしたけど、やっぱ聞いた聞いちゃったよ。でも実調したよ。何か可能性があるんじゃないですか。少しでも話に入る。ああ、そうか。でも俺思い出したの、ナイロンは見てたんですよ。あの最初のさ、カネゴンの眉からさ、オールドナモンカネゴンの眉だったんだけど、ああいうことが尖ってるものだと思ってやってたんだよね。で、俺、宮内君さんに、引っ張って起動したんで、最後のテーマって、ワンパック戦闘からインスパイアとかじゃないですかって聞いたら、そうですよ。
これは、これは合ってた。ワンパス、カネボン、ラガッパで、もうメドレーっていう、だけどそれがクソすぎるっていう。黄金時代、あれはシリーズのパターン。シリーズのコンセプトのことをやろう、あの日はやろうって言ったのが残ったってて、あれが東京って言われてるのがそうだね、全然違う、全然違うから、あの人もなんかセミネットを結構持ってて、ああいう雰囲気の電話もになるといいねってやってたの。そしたら、いや、来た感覚だよ、なんか夕方見たくやろうとか、ねえ、いやいや、ね、佐々木のあれ、佐々木ちゃんの卒業制作なんでね、日芸の。ああ、そうなんですね。あのビデオ自体。ビデオ自体がね。そういう背景がある。そう。ナゴムレコードの黄金時代。だからそこに至るまでは、ああいう打点とかをやってた頃は、キッドクレオールを、ほら、ね、目指してたから、キッドクレオールのコンサートもなかなかキッドクレオールが出てこないんだよ。そうそうそう。出ました。そうだから、どっちかっていうと、俺の役割はこういう感じで。ほんと最近のさ、僕最近のさ、もあのオンドラッキーボーイズとやったりして。やったり、あれはどんな学生だった？あの頃は、若田ひとしめの曲を中心に、あ、だからそれこそあの、あの時ロックと、あれでしょうか、メタルと一緒だと、あとなんかドライブトゥー2000のビデオとか、なんか YouTube なんか基地のと踊りまくってさ、2人だけでやった、エクソシスト2とかにさ、日本語を書くよ。まあでもちょっと必要が残すとなるとこれからね、思い出話が多かったけど、次回こそは具体的な音源リリースの企画にまでたどり着けるだろうか。